オブザーバーから隠したかったんでしょうね。お、このままシャインサードベース行きますか。両者ともにだいぶ、マクロに重点を置いてプレーしたので、ぼちぼちこの辺りのタイミングから、ユニット生産にエンジンかかってくる形になりますね。ストーク選手マップ7時のサードベースはしっかりとパイロンで壁を作ってバルチャーハラスをされないように。後でサインください。誰に向けなんやろ。さあここで一気にユニット生産にエンジンかけていくストーク選手、対するシャイン選手の方も、ファクトリーぼちぼち増えてきましたが、シャイン選手の方はおそらくこれサードベースドロップシップでかき回しながらサードベースっていう考えでいってるでしょうね。ファクトリー4で止めてるので、しかもバルチャーメインに出していってドロップシップでこれかき回しに行くので、さあこのバルチャー ×4 はバレていないですよ。ドロップシップが出次第ストーク選手のファーストベースがかき回されることになる。ここでプローブだいぶ失ってしまうとしんどいですよ。さあドラグーンが戻るまで、あードラグーンすぐには戻れないと判断、すぐに、プローブの方をセカンドベースに退避させてドラグーン数体でこれ止めに行きますが、あーもったいない。オブザーバーが近くにいないのでなかなかこれ処理に手間取る形になる。この間にシャイン選手はサードベース行くかと思ったんですが行きませんね。そのままラッシュ行きますね。ドラグーンが後ろに下がった、相手の隊列を乱した。この瞬間にラッシュ、バルチャーがしっかりと囲んで、スパイダーマインは、スパイダーマインをしっかりと巻いて当たるぞ当たるぞ当たるぞ。おお、マイン全部、マイン全部スナイプ、マイン全部スナイプ、すべてマインスナイプ。あー1個当たる、当たらない、マインが1つも当たらない。うますぎるな。あーでもファーストベースのグローブはしっかりと刈られてしまっている。まだバルチャーすべて処理しきれていないので、というかこれ第2波か、第2波の可能性があるなこのバルチャー。さあ、相手のラッシュは止めはしたんですが、プローブの数がかなり減らされてしまった。そしてそのままシャイン選手はマップ7時のストーク選手のサードベースに向かうが、際どいな。このタンクの数ちょっと少ないですね。あーっと、しかしスパイダーマンに負けましたね、負けましたね、負けましたが、タンクの数が少ない気がしないでもない。おお、指示なしでいけると判断。見事に前に当たんないですね。この間にシャイン選手はファーストベースに同時進行、マルチタスクで再びバルチャードロップ、ファーストベースにキャノン、ドラグーンともになし。しかし、シャイン選手は今サードベースを取り始めたところなので、これを完璧に防いでしまえばストーク選手だいぶ有利にことを進めることができるんですが、プローブまたしてもだいぶ減りますね、だいぶ減りますね。あー、しかしこっちは剥がせる。これ剥がされてしまうとテランが圧倒的に不利。プローブ枯れたとはいえ、これ剥がされてしまうとテランがだいぶ不利な展開になってしまう。ファーストベースプローブだいぶ刈られましたが、ストーク選手除去に成功してますね。バルチャー残り1体、2体か。さあしかし7時へのメインのラッシュは防がれてしまったシャイン選手。シャイン選手この間にユニットがそんなに溜まってるわけではないですね。やはり7時の本体潰されたのはだいぶ効いてますね。ちょっとファクトリーの増やすタイミングが、遅め遅めに設定していたので、まあその遅めに設定したからこそのハラス、バルチャードロップのハラスだったんですが、タンクわずかに、あータンクわずかに少なすぎる。完全にプロトスがいい形ですね今。おっと、しかしこのバルチャー中に入られてしまうとドラグーンでヘルプに行けないですよ。自ら蓋してしまっているので、あー逃がしましたね。サードベースのプローブを
ほぼ全て逃がした。さあサードベース一時的に膠着、対するシャイン選手は今からサードベース回り始めるということで、まだテラン望みは十分にありますが、ちょっとプロトス、ここから、まあ、プロトスのプレイヤーがストークっていうのがあるので、どちらかというとプロトスの方がいい形に見えますね今のところ。ここでだいぶ膠着状態になってしまったらテランが圧倒的に有利、おっとオブザーバーでこれ見られてしまう。ここで完全に膠着状態になったらサード対サードなんでテランがだいぶ有利になってくるんですが、この段階でこのドロップシップが見られているので、まあ、ハラスがそこまで有効的に機能しないことを考えると、ここの今の時間帯、今の時間帯は完全にユニットバランスがプロトスの方が押してる印象があるので、ここあ、いや微妙か、いやでもプロトスやっぱり押してるな、これ突っ込めますね、うん突っ込めますね、これいける、突っ込める、突っ込めるけどどういく、12時経由でサードベースに行くか、いや押さないですね。さあサード対サード、テンプラアーカイブス今からというストーク選手、対するシャイン選手はユニットためながらサードベースがようやく回り始めたという展開。このままフォースベースいけないんであればテランが余裕で逆転してしまうんですが、どうするストーク、これパイロン割れそうやな、割れるなパイロン、割れた、あーこれまずいぞまずいぞ、あー後ろにゲートウェイ作ってんのか、後ろにゲートウェイ作ってたので入れずですね、中にマップ7時でも、あーマップ5時にフォースベース、ストーク選手これこのフォースベース、このフォースベースをこのまま順調に取らせてしまうとちょっとしんどい感じになってできそうな気がしなくもないんですが、でも今の段階ではテランが押してますね。やっぱりさっきの、テランがちょっと少ないかなっていう時間帯を乗り切ったんで、今の段階ではやはりサード対サードということでテランがだいぶユニット的に優位に立ってますが、マイン当たんないですね、ストーク。やっと一発当たった程度の素晴らしいコントロール、ことごとくマインが当たらない。さあシャトルも出ている、ジロットの足アップグレードももう終わってるんじゃないでしょうかね、おそらく終わってますね。テンプルアーカイブスさっき結構前に立ててたんでね、ジロットのスピードアップも終わってるでしょう。ジロットスピードアップ終わることによって、スパイダーマイン、ジライゲンに対する突破能力がだいぶ上がるので、プロトスはもうこのまま順調に、ベースを拡張していってアービターまで出すという展開になるんですが、そのアービターが出る前のタイミング、まだハイテンプラが出たてのタイミングで先に動いたのはアンサーモン・シャイン選手。さあその動きしっかりとオブザーバーで見ているので、ストーク選手は各地にばらまいていたユニットを一箇所にまとめてディフェンスしに行く。